うつが回復する時間と再発の確率に相関はありますか？ありません。また症状が残ると再発の確率が上がると聞きましたが、どの時点でこれ以上回復しないと先生は判断するのでしょうか？残余症状というふうなものが再発を予測するという考え方というのが結構あって、うつが寛解したのにこういう症状が残っていると再発のリスクになりますよっていうのが基本的に3つあって、不眠もね、リスクになるというような報告が多かったりはしますよね。やっぱり慎重に経過観察をしていく必要がありますよというところはありますよね。特にその抗不安薬でクロチアゼパム 5mg をもらっていますが、県外に行くとき、歯医者に行くとき、ワクチン接種に行くときに先に飲んでいこうと思いますが、どのぐらい前から飲めば効果が出るのでしょうか？基本的には30分ぐらい前に飲んでおけば、まあ、ある程度いい具合に効いてくれるんじゃないかなという気はしますよ。ただ、最終的には主治医の先生とのご相談が一番かなと思います。不安障害、うつ、回生障害の診断を受けています。毎日が不安で辛いですと。ロフラゼプサンエチルを処方されていますと。聞いていないように思いますが、どうなんでしょうか？どうなんでしょう？聞いていないという感覚になるようであれば、少なくとも効果は不十分なのかもしれませんよね。不安障害とうつとか乖離障害があるということなんですけど、乖離障害があることで、ちょっと、慎重になってらっしゃるのかもしれませんが、いわゆるその抗うつ薬なんかを含めた、そもそも不安になりづらくなるような処方というのは受けてらっしゃらないのかなっていうのがちょっと気になりました。一度その辺も主治医の先生と相談してみてください。最近うつがさらに悪くなっていて、何もやる気が出なくなったり、食欲や薬も飲む意欲がガタ落ちになっていますと。信頼感もずっと続いていて、しんどいですと。不安感も強くて、どうしてもしんどい時に、頓服のロラゼパムを飲みます。でも、抗不安薬では少し気分が楽にはなるものの、うつな気分までは改善しません。今は定期の薬では、レキサルティを飲んでいますが、抗うつ薬のジェイズロフトに変えてみたものの、尿が出なくなる副作用が出て、中止。引っ越しをして落ち着いてからまた抗うつ薬に変えてみることを提案したいのですが、今のこの症状で変えるのはどう思いますかと。ちなみに明日通院で相談しようかと迷っています。通院で相談してください。それが一番だと思います。僕が変えてみるのも手だと思いますよっていうふうに言うのももちろんありだと思います。実際その通りだと思うんですけど、これまでの経過とかをちゃんと知ってらっしゃる主治医の先生にこそ、うつがひどいので、抗うつ薬も試してみたいんですけど、どうなんでしょうかっていうふうに率直に言ってみられたら良いのではないかなという気がしますよ。初見雅彦の動画。初見先生にとって生きるとはどういうことですか？ものすごい哲学的な質問をしますね。生きることは暇つぶしだと思っていますよ、僕は。壮大な暇つぶしっていうのはどっかで聞いたことがあって、本当そうだなと思ってます。言ってしまえば、僕今からすごく身も蓋もないことを申し上げますね。生物というのは化学物質ですからね、生き物というのは。自己保存をするというようなプログラムとして我々は動いてるんですよ。もう突き詰めて言えばそうなんです。身も蓋もない表現ですね。すいません。で、少しでも長く生き延びて、少しでも多く自分の複製を効率よく作るために、我々は本来は生存しているはずなんですよね。その時に少しでも長く生きていたいなとか、少しでも自分の複製をたくさん作っていきたいなというふうに思い込むことができるように、楽しかったり幸せだったり良かったなっていうふうに思えることを経験として積んでいくものだと思っているので、辛い思いをするにせよ楽しい思いをするにせよ、結局それは自分自身の命を長らえさせて自分の複製をたくさん作るための時間というのに彩りを与えている時間に過ぎないんじゃないかなというふうに思っています。なので、どうせ彩りを与えるのであれば、なんというのか暇つぶしとして、少しでも体験してよかったなっていうふうに後から思えるような、そういう暇つぶしをたくさんして、まあそれなりに長く生き抜いたぞと。自分の複製、遺伝子的なものだけではありません。自分がここにいてたなっていうことを覚えておいてもらったりとか、まあそういうね、証みたいなものを残したぞと思いながら生きていくというために生きてる感じですかね。7月にうつ病と診断され、 SSRI と不安時には頓服を服用し、7割ほどは良くなってきました。
なかなか全開にはなりませんが、まだ気長に焦らない方がいいでしょうか。はい。J ズロフト 0.25 を25かな ?1 錠とトリンテリックス2錠ですが、最大量まで上がってないのは、いいことをと捉えていいのでしょうか。はい、ありがとうございます。7割方回復しているということであれば、ちょっと今の量のまま気長に行くということもありかもしれないなとは思います。少なくとも良い方向に行っているようなので、まあ今そんなに無理して動かす必要はないかなという気がしますよ。継続、減量のペースについては、くれぐれもこれまでの経過をよくね、ご存知の主治医の先生と相談しながら地道にやっていくようになさってください。はい、ありがとうございます。初見雅彦の動画。うつが回復する時間と再発の確率に相関はありますか？ありません。また症状が残ると再発の確率が上がると聞きましたが、どの時点でこれ以上回復しないと先生は判断するのでしょうか？時間がかかっても元気になって再発を防ぎたいのですが、不安になっています。症状が残ると再発の確率が上がる。そうですね。いわゆるその残余症状というふうなものが、再発を予測するという考え方というのが結構あって、割とこう報告によって違うんですよ。今日お話ししたね、講演会も、もしよかったら皆さん見ますか？その講演会ではお話した内容というのが、うつが寛解したのに、こういう症状が残っていると再発のリスクになりますよっていうのが、基本的に3つあって、1つは日中の眠気です。もう1つは焦燥感、焦りの気分ですね。そしてもう1つが体重の変化です。体重が異常に減ったり異常に増えたりするというような状態が残っていると再発しやすくなるというのがスターディーというですね、大規模な研究によって、それのまあサブ解析といってね、それをこう後でもう一度研究をし直したものによって明らかになっています。あとやっぱり不眠もね、リスクになるというような報告が多かったりはしますよね。なのでまあ、症状で消えきれてないようなものがいくつかあったりとかすると、やっぱり慎重に経過観察をしていく必要がありますよというところはありますよね。特にその不眠が残ってるというのは、非常にこう長期間経ったとしても再発のリスクにはなるので、不眠だけが残ってらっしゃる方に、それだけを理由にして抗うつ薬を投与し続けるという必要はないのかもしれませんけど、うつの既往があって、不眠が残っていらっしゃる方の場合には、安易に内科医の先生にお願いするよりは、精神科医がその後フォローを続けていった方が安全じゃないかなというふうには考えていたりします。どの時点でこれ以上回復しないと判断するのでしょうか。多くの方がずっと同じ状態で行くわけではないので、これ以上回復しないというように、実際問題としてそう簡単に判断することは僕はないのではないかなとは思いますけどね。本当にありとあらゆる意味で、2、3年間全く症状に変化がないのであれば、一定症状として、障害として固定したのかなっていうような気はしなくはなくもないんですけど、まあそれでも良い部分が得られないかどうかということは、諦めずには見ていくんじゃないかなとは思いますけどね。主治医も代々木睡眠クリニックの先生も、あなたはうつ病じゃないよと笑います。良い意味で開き直ったら自信が出てきて不安が減りました。抗うつ薬は3ヶ月飲まないと効果がわからないんですよね。まあそうですね。効果の発現は4週から8週と言われてますが、効果が発現してから最低3ヶ月は飲み続けていきましょうというような原則があります。